さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。ゼルダ無双をやりましょうか。さあ前回ね、ダルケルが仲間になりました。ダルケルかっこいいぞ、強いぞということで、今回もねダルケル使ってやっていこうと、ダルケルとね、とかリンクとか使ってやっていこうと思うんですけど、でそうだ、リンクがね前回ゲットしたんですよ、新しい武器。なんだと思う？そう、槍ね、槍槍ってどうなんだろう、強いのかな、わかんねえや。まあ、なんかまたね、体験、片手剣とは違う武器種なのでね、わかんないですけど、使ってみたいと思います。で、ダルケルなんですけど、レベルね、みんなと同じ11くらいまで上げときましょうか。お金が、ルピーがなくなってきたな。で、さらに、カジギルドでね、ちょっと武器合成でもしとこうと思います。ダルケル。よし。さあ、ダルケルの武器の威力が28に。で、リンクもね、やり鍛えちゃいましょうか。あ、やべえ、俺お金なくなっちゃった。マジか。マジか。うわ、やばいやばい、俺お金ないんだ今。クソ貧乏じゃん。助けてみんな。まあお金稼ぎはね、このバトルチャレンジとかやったらね、いいんですけど、まあ今日もストーリーやりたいのでストーリー進めたいと思います。さてね、僕のね、ブレスオブザワイルドの攻略の順番が、ミファー、ダルケル、そしてね、ウルボザやってからリーバルだったので、今回はね、ウルボザ行きたいと思います。で、メンバーなんですけど、まあ、前回せっかく仲間になったね、ダルケルが強いんですよね、ダルケルって。ダルケル使っていきたいと思います。で、料理もなんか食べましょうか。まあ、適当にね、移動速度アップいいね、めちゃくちゃ。ね。うん。こりゃうめえぜ。うめえぜ。さあ、移動速度 10% アップの料理食べて、出撃したいと思います。行きましょう、ゲルド砂漠、砂漠へ。え？ダルケル飛べる？飛んでる落ちないんだね、体重重そうなのに。はい、ゲルド地方に集落を構えるゲルド族、女性ばっか、そう、女性のみで構成された気高くたくましい砂漠の、昔リンクがね女装してここに忍び込んだんだよね、めっちゃ面白かったな。優れた戦闘能力と雷を操る力を買われ、神獣バ・ナボリスのクリテに選び出されたゲルドの族長ウルボザは、ウルボザちゃん、亡きハイラル王妃の親友でもあった。だからね、ゼルダママのね、ずっともだったんだよね。神獣バ・ナボリスってなんか砂漠でひたすらなんか歩き回ってたやばいやつだよね。ゼルダはリンクたちと共に使者としてゲルドの町へと赴くが、その道中には意外な展開が待ち受けていた。道中で何かが起こるってこと？なんだろう。見て、ゲルド砂漠ではね、またさ、寒暖差がすごいとこだっていう。ハイラル王家は気温対策バッチリでゼルダたちを送り出した。対策してないとな、やっぱ。何来ると思う？俺、砂漠といえばね、イーガダンとかだと思うんだけど。違ったわ。え、めっちゃ追われてるやん。なんで？ゲルド族に追われてんじゃん。いたぞ。いや、いないぞ。なんだなんだなんだ、なんかしちゃった？どうしてゲルド族が私たちを。そうだよ。なんか悪いことした？ウルボザ本人に真意を問いただすよりは変わりませんね。え、なんか本当に罪人ということでってこと？でも男がいるから。いや、しかもこのゲル戦うのか。で、槍戦いづら。で、さて。槍見てみましょうか。槍リンクでーす。ZR で突進好き。なのです。ね。ZR で距離を詰めながら突進することができるぞっていうやつ。よし。ZR で突進！危ない！ほら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 ！槍がいい！かっこいい！いいですね。さあ撃破。とりあえずね、見ていきましょうか。これがね、攻撃弱ボタンの連打ですね。弱ボタン連打。弱弱。弱弱。弱弱弱弱弱弱っていうね感じで、強ボタン長押しすると、あー連続突きみたいな、強攻撃ですね今のが、うん、あんま強くない気がするさあ次、走りながら強攻撃で、うわー走りながら強攻撃はいいねこれ今の、はいドンドンってね、よいしょ。さあこの人をやっつけようか。123どれ、あーっと今のいいね、ラッシュ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 、まあなんか安定して強いって感じかな。123強攻撃でラッシュみたいな、こんな感じね。ジャンプしながらのね強攻撃ができないでしょうか。1回のやつ、わあすごいこれ今の見た、
一回やってから強攻撃やったら、ほら、わわわ、今見た、なんかすごいな。え、もう一回やりたいよの。ほい、これで狙って、ヘッドーン。これがかっこよすぎる。ドラッ。おら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 、いや意外と楽しいぞやり。だからちょっと弱いかもとか言ってごめん。なんかなんでなんで攻撃取らないの、ここなんで攻撃取らないの。まんまとかかったわねって、なんかなんでなんか襲いかかってきてんの。罠、ウルボダ様は一体何を。本当だよ、うん、うれい。いえいえいえ、とりあえずゼルダの隊長たちを倒せってことなので倒しましょう。ゼルダの体力に注意しろ。よし、うれい。これが今2回目の強攻撃ですね。うれい、ドーン。いて、やりいるか、ひたすらやりラッシュ。せい、かっこいいかっこいいかっこいい。チャーッ、よし、撃破した。今のナイス撃破。さあまたウルウル、うおー、体調撃破しなきゃいけない。何が一番強いだろうな。これも強いんだけど、もちろんこれまだ生きてた。ウルズ隊長元気してる。くらえー、ラッシュー。何してんだい、ボサッとしないで全員でゼルダ狙え。なんか悪いことした。ウルボザさんのどういうことだ。いつものウルボザ様らしくない。なんでリンク狙ってんだろう。門が開きました、コーヒーです。ゲルドの町へ入るか。でも隊長めっちゃおるからな。よいしょ、一緒にやりつかいですよ、仲良しかよ。ほい、うおら、くらえ、このかっこいいやつ。この追撃マジでかっこいい、好きすぎる。ほい、真似しよう、くらえ、ラッシュ。よし、ほい、おれ、やりリンク楽しいぞ。ほや、ロロロロラルさん、もうすぐ終わりかな。よし、さあさあ、これやつけだよね多分。オッケー、リンクあなたがいてくれてよかったわって言ったでしょ。さあウルボザの元へ迎えて話したんですけど、ここ空いてなくね。空いてないよ、手に入るんだ、わかんない。ちょっと一回ね、あ、なんか戦ってる。うお、エレキビズローブ。でもダルゲルおじさん強いからね。うめえ、うるさい、なんだお前、そんな雷とかバッキ散らして、うるさい、うるさいぞ、ほら。よし、マグマ活性化。あ、だだだだ、ビリビリしてる。さあまずエレキウィズロープも撃破。なんで敵がこんなとこにいんだ。ちょ、転がっていくか、向こうまで。あ、リンク戦ってんじゃん、ここ。あ、ここ入れんじゃん。あ、町だ。うえい、2、3、今投げます。新しく追撃来てる ?3、4。いや、まだ4は来てないのか。おお、来てるか、一応。さあ、ウルボザの元へ向かい、マップ的にはこっちなんだけど、出ていくんだ、そこまで。わからん。まず拠点取らなきゃいけないのか、この。ねえ。うえい。さあ、とりあえず周りの敵全部やっつけよう。ほら、どけどけどけ、止めら。お、出てんじゃん、隊長っぽい人。さあ、こっちやっつけようか、隊長っぽい人。さあ、これで拠点制圧完了。ドアが開いた。よし、全部開けといてくれ。で、セキュー。さあ、奥行こうか。こっちの先だね。狭いとこで戦うのって別に、ダルゲラ強いとは思わないことはないです。強いですね。さあ、ウルボーさんの元へやってきました。ダルゲルです。いや、そこリンクで行けやって話だけどね。来た、ウルボサ、ゲルド族の族長だ。ウルボサ、ムビですね。どうして、なぜこんなことを。なんで襲いかかってくんの。昔の回想シーンじゃ仲良かったよね。あんたの命運もここまでさ。なんでだよ。ハイラルを乗っ取る気か。ゼルダ姫なわけないよな。ママの友達やもんな。なんだ。慌てて帰ってきてみれば。まさかこんなことになってるとは、ね、こっちが本物か。雷使うもんね。ウル
ボザ。大事はないかい、おひい様。そうだ、おひい様、おひい様。ウルボザ、今度こそ本物です。ゲルドの族長だ。え、誰じゃこいつ。ハゲハゲハゲ。あ、やばい、イーガの、イーガのボスやん、こいつ。ウルボザ？はてんだ。コーガ様、イーガ団の総長だ。かくなる上は、うん、なんだ、あ、やべえ。やだ、ほら、あ、やべえ、道中いっぱい倒しちゃった、ゲルド族の女性。大丈夫？若い衆に任せる。逃げんのかよ、お前。え、嘘でしょ。部下大変やな、君たち。頑張ろうね。ご苦労様です。さて、さあ、武器、武器じゃない、敵が変わったのかな。あ、ウルボザ操作できるようになった、ラッキー。雷降らせるんだよね、多分ウルボザは。街が完全に包囲されてしまいましたよ。さあ、弱、通常攻撃でも見てください。なんかね、電撃が出てるね。キャラクターアクションが、絶対あるで、雷ゲージを貯める。強撃に続いて、X ボタンを連打すると雷ゲージを消費して放電する。フィニッシュ、火花が出た時タイミングで ZLR で雷ゲージを貯めることができる。わかんねえ、ドン、あ、こんな感じか、ドンで貯めたりもできる。 OKOK、 理解した。で、 ZR で押すとこうやってグイーン貯めることができるんだね、ゲージを、雷を。さあ、イーガ団の幹部いるね、やっつけようか。よっしゃ。さあ、とりあえずまず攻撃。おい、おら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 、雷を連打。どんだけ雷分けんねん。痛え。でもゲージがなくなっちゃった、ほんと。よし、ほい、で、痛くない。さて、ピタロック、どれだ、上だ。いやー、もう遅かった、ちょっと。まあ、いいや、倒せ、倒せ。おい、さあ、意外と硬いな、こいつ。おい、痛い。いや、強いな、こいつ、結構。おっと、さあ、避けて。なんで、なんだこれ、地面から土が出てる。よし、今の回避うまくない。ラッシュ出てもよかったと思うんだけど。さあ、これでスマッシュいこうか。いや、このね、ウルボザも結構なんていうか、難しいキャラクターだね、これは。さて、イーガ団の幹部たちをもっとやっつけろ。こっちの方にも幹部いるっぽい。いる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 。よいしょ、こいや、おら、ラッシュいくぜ。避けるのうまいです、大胆です。雷よ、おい。さあ、溜めておこう、スマッシュ、かっけえ。はじけろ。よし、スマッシュを決めたら今みたいにゲージがマックスになってるっぽいな、今のは。ありがてえぜ。ね、使い方がまだ分かんないよね。うおーい、みんないなくなった。さて、もう一体いるね、幹部が。ちょっと待ってね、こっち行こう、こっちの方かな。リンク頑張ってね。インパが今戦ってたのは、いたっぽいね。いた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 。よし、リンク頑張って応援するよ、俺が。おらおら、よっしゃ、ほれい。よし、むずすぎ、むずすぎ、わらだ。ビタロック、よし、殴れ殴れ殴れ、全員でタコ殴りや。よし、大ダメージ。おら、よっしゃ。もうなんかね、向こうのね、ゲージっていうの、なんたらゲージって言うんだっけ、あれね、頑丈なやつね、あれがを削るのが高い気がする、めちゃくちゃ。ウルボザはね、もう全部使い切ってる。いいぞ。さあ、新しい目的地の設定ですね。ほい、大丈夫君たち。さあ、結構遠いな。うわー、びっくりした。伊賀館の幹部が襲いかかってきた。おいおい、大丈夫か、この最強プレイヤーに襲いかかってきて。いいのか、大丈夫か、これ。俺、見ろ見ろよ、最強のガードやぞ、これが。最強のガードしながら最強やぞ、こっち、こっちは。おら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 、
うわ、痛い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 、ダメだ、最強のガードといえどねえ、フライヤー、ほらでも、あんま効いてないんだよな。よいしょ、痛い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 、体でかいから避けるのしんどいな、こいつ。よいしょ、ナイス、頑張ってね。ウルボザちゃんはね、別のところから応援してくれてる。うわ、もう、ねえ、おー、ゴカモリンとかいるじゃん。よし、300、まあ、こうやってね、雑魚敵戦はめちゃくちゃ強いけど、ボス戦はリンクに任した方がいいかもな。雑魚敵の殲滅力は多分ね、誰も勝てないと思う、このダルゲルの バカみたいなやつには。よし、まだ奥いっぱい、いやいや、やべえな、ここの量。だが、しかし、おかしい。大きな音がする攻撃でイーガダンを倒せ。待って、大きな音がする攻撃、うん、ここ、ね、あ、大きな音がする攻撃、これ、 A ボタン、なんだこれは。おらおらおら、雷ダメかな今ので、ね、雷降らせ、いっぱい、大きな音の攻撃ないんだけど、俺にはなんかあんのかな、なんか爆発させその音で聞いた、あー、リモコン爆弾でイーガダンを倒した、こんな感じ。だいぶ音鳴らしたけど、まだまだまだ、あ、数が指定されてる、50体倒さなきゃいけないんだ。うれうれ、あ、50いった、だってそろそろかね。よいしょ、なんかイベント起こるぞ。音を鳴らすと出てくる、なんかめちゃくちゃ強いやついたよな、確か、なんかジエンモーランみたいな。なんだっけ、うわ、わあ、ほら、来た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 、うわ、こいつ懐かしい、かわいそう、みんな逃げた。逃げるのうまいね。でもモルドラジークだー、だってさあ、イーガダンがモルドラジークを恐れて逃げた。よし、さあ、敵の包囲が崩れたよ。でもこいつ倒さなあかんの、もしかして今度は。ねえ、これボム投げて遊ぼうぜ。勝負だ、聞いてる、ほら、何も見えへん、何も見えへん、仲間に指示を出してくれって、ちょいと、いや、俺は忙しい、ちょっと待って、仲間に指示出す暇なんかない、顔だけ弱点、むず、ちょ、ボンボン、ほら、見え見え見え、さあ、ゲルド隊長たちが助けるために移動始めた、ちょ、ね、指示出すか、じゃあ、ダルケルのおっちゃんは、ここ、で、で、ウルボドの兄貴そこでいいや。で、リンクはここで頑張る。は？ダメージ量やばい今。お前、焼いてやる、覚えとけ。焼くぞ、おら。いや、あ、聞いてる聞いてる聞いてる。食らえ、おら。こいつはやばいやつだね。でも、俺の方が強い。いや、あ、やべ、ボムが。いやー、あ、聞いた今の、ラッキー、これ引き立てていこう、このまま、おら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 、デイ聞いてんのか、おら、イエーイ、いやー、めっちゃ入った、めっちゃ入った、めっちゃ入った、よし、食らえや、いける、これでボムだけよ、ここで割ろう、これで向こうのゲージを、まだ割れないか、うっ、どうやっつけてやろうか、うわ、ボム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 、顔にボム投げて、よし、全部割れた、さあ行くぜ、スマッシュ、モルドラジーク、いや全然効いてねえな、こいつ硬すぎるやろ、こいつやばい、これは氷、ふい、ザバビルクラヤ、さっく落ちてくれ、そろそろ、いやー、地味に残ったな、こいつ、爆弾当てよう。
さああと1回ぐらいで多分もうねよいしょで、この、ま、出てきて最後の攻撃がかませると思うんだけど、なんだこれは、あた氷か、大丈夫、俺の氷があるぞ、ふい、さあ終わりだー、追撃からのとどめの石引き食らえ、おいかっけ、おいおい、モルドラジークを倒すのかい、大したやつだねー、だろ俺大したやつだよイエーイ、モルドラジークの装備ゲットさあちょっとこっちの間はここやっとこうか、今度はさあこれで制圧完了、ウルボザもここいるね、さあリングでここ押さえるか、またさあズキ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 、よいしょ、痛い、お前覚えとけ、ほらさあ必殺技で終わらせよう、おえい、さあどこの拠点制圧せよ、さてじゃあ最後ウルボザ、あ来てるね、ここウルボザちゃん優秀、来てるだろ雷、いやだいぶ雷をね出すからね強いよ、ほんとよいしょ、オッケー、おのれい、さあ次がラストですね、コーガさんもどこいるのね、おお、ビリ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 、さあ新しい目的地設定ですね、誰が一番近いだろう、ああダルケルか、じゃダルケルに行ってもらうか、ここまで、よいしょ、タイマン性能は一番低いんだけどね、雑魚的性能は一番高いからね、ドゥエイ、なんだこれは、あーっと待って、これ磁石、あぶね、はい磁石ドーンと、さあコーガ様いきなり大ダメージ、ほらほらほら今投げドーンって、痛い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 、すげえダメージ食らって今コーガ様、よしやばっ、わこれ今ひよってるな、おめえフライヤー、ほら雷ビリビリドン、ね、発射、イカズチとか効くやろ、あめっちゃビヨってるビヨってる、イカズチ火力高い、イカズチ強い、もう一回イカズチやろうぜ多分キャラクターとしてイカズチに弱いとかあるんだろうな、ってこと考えたらコーガ様じゃなくて、うん、ウルボザに来てもらおうぜ、ウルボザ来たよ、いや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 、何だ今のは、やべ体力ねえじゃん全然、さあコーガ様バリバリ行きましょう、バリバリギリギリ、よし、ほらほら効いてる効いてる、待ちなさい、あれなんかイベントだ、なんだ影分身の術、どっちが本物でしょう、これ見分けつかないんだけど、どうしたらいいの、コーガ様が分裂した、凍らせてやるか、どうなってんだこれ、まあいいや、とりあえず適当に行こうやばいこれは、まずこいつからやっつけ、こいつから、よし、まずいった撃破、本物かどうかはわからないね、よし、さあ磁石、おーい、さあ最高のダメージ入ったね、みんな殴れ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 、やめろやめろやめろ、みんな必殺技使いまくってやっつけようぜ、これでよし、ドラ雷ラッシュ、ふい、あ氷が入らなかった、ちょっといな、さあリンク行こうか、ボスに対して3人がかりでね組める男たち、いや固まった、なんか遅くなっちゃった、助けていて、でリンク死んない大丈夫、ええ、なんだよこいつ強いじゃねえか、ダメだ俺は怒ったね、俺の必殺技、男は黙って必殺花火よし、わあここでいいね、ウルボザのやってもらおう、よしウルボザのためやるとこの雷剣士が満タンになるから、おいしい、さあとどめだ、みんな強かったよ、これ真珠パートもあるっぽいぞ多分、よギョギョギョ、俺様がこんな奴らに、何が目的なのこいつは、イーガダンってガノンの信者だったっけ、うわ何か来た、なんだこいつ幹部か、に2本刀持ってる、強い、
え、なんだこいつ。うわ、かっけえ。アバンストラッシュクロス。コウ様。スッパー。あ、スッパー。このやついたっけ、覚えてねえわ。イーガガン幹部、スッパ。面目次第もござらぬ。ふむ。とにかく今は絶対。なんつー持ち方しとんねん。忍者かっこいいな。どうやって逃げたんだ。あのモクモクしてる間に壁登ったんかな。はい、というわけで見事攻略完了でした。ウルボザの姉さんよかったよ。お金が結構稼げたから俺は嬉しいよ。見て、リザルブーベランとかある。でも大体あれだね、もう槍とね、片手剣って感じで。ね、もう結構決まってきたのかなって感じ。さあ、ここら辺もたくさんゲットでーす。ここはナイフ。お、なんか新しいやつ。古代の拡張パーツ。で、ご飯とかの類とかね、ニューもたくさんあるね。いいね。で、ネソン片当て、新しい装備です。ね、これ、新しい料理よ。さあ、真珠パート来ましたよ、多分。どうすんの？ん？こんなところに呼び立ててすまないね。今は町も混乱しているからさ。そうだよね。いっぱいやっつけちゃったもんね。ごめんなさい。ごめんなさい。無理もありません。200人ぐらいやっつけちゃった俺。あんたらもイガダンのことは知ってるね。はい。厄災ガノンの復活を目論むシーカー族の一派。やっぱそうだよね。厄災ガノンの信者だよね。そんな連中がこのゲルドキャニオンでも幅を利かせてる。何してんだよ、ウルボザ。私らもいつまでも傍観を決め込んじゃいられない。働く気になったか。働く気はなってるんだけど。神獣の繰り手引き受けさせてもらうよ。さあ、これで英傑3人目ですね。助けになれるってんなら断る理由もないさ。ママ友のね、娘やからな。ちょっと待って、この神獣どうやって動かすんだろうね。姫として果たすべきことを。おひい様、こうやってゼルダを思い詰めてね、悩み続けるんだよね。私の力が必要な時にはいつでも言っておくれよ。まあ詳細はね、あの本編のブレスオブザワイルドでもわかると思うんですけど、多分ここでも語られると思います。多分こっちの方が正確に語られるのか。ああ、ブレスオブザワイルドはこの4英傑が集まって、なんだろう、ガノンドルフ、厄災ガノンに挑んだけど負けちゃった後の世界なんですよね。もうネタバレですねこれ完全に。そうして逃げ帰ってきたというわけか。誰これ。邪魔さえ入れなけりゃ俺さ。元よりお前たち期待などしておらぬ。どちら様ですかこれ。んだとこいつ。ほら、一派めっちゃ怒ってるやん。じゃあ一派スッパや。スッパ一派、あのシーカー族の一派のスッパ。やったっけ。誰これ。さあ未来を見せたまえ。なんかあのガーディアンのちっちゃい版色違い。なんだこれ、顔色悪いなこの人。ご飯食べた方がええで。もうちょっと3食昼寝付きで監禁しようぜ。健康になるまで閉じ込める。帰ることなど許されぬ。さあ、ガノンが出たその世界、なんで未来を見ることができるんだろうか。やっぱガーディアンは2体ぐらい来たのかもしれないね、未来から。そのうちの1体があそこに行っちゃったって感じでしょうかね。あれ、真珠パートなかった。今回ウルボザ、ゲルドの族長だ。雷を操る力を持ち優れた戦士でもあるゲルドの族長。その力を変わられ、真珠バナボリスの繰りとなる。亡きハイラル王妃とは親友だったね。親友です。あらあら、まあ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 、まあ今のステージちょっと長かったもんね。ちょっと面白かったけど。さあ、これでね、ギャラリーって何これ。あ、ここの部分ギャラリーって、なかなかこういうイラスト見れるのってなんかいいですよね。ね、ウルボザとかね、プルワちゃん、
昔というかブレスオブザワイルドじゃなんかねロリッコになってた感じなんだけどね、チェッキーって、うん、この人あおじいちゃんだよね多分。でムービーとかこれ見るやつかな多分。プレイ時間5時間ですってなかなか楽しんでる。さて、ハイラルチャレンジウルボザ見ていきましょうか。ウルボザ砂漠での猛特訓できないね、これできる。ウルボザのハートアップ、意外と最大体力が低いからね。なんか敵の攻撃すげえ半分ぐらい食らったんだよな、ね、ウルボザとか。割とやっぱね敵の火力高いぞこのゲーム。イエーイ。そしてまだもう一個あるで、砂漠での猛特訓できないのか。オッケー。んあとなんかできそうなこれだね。張り詰めた心に安らぎをイメージトレーニングってのを利用可能になる。なんだイメージトレーニングってイメージトレーニングが利用可能になった。なんだイメージトレーニングって。見てみましょうか。むね、はい、イメージトレーニング、神殿にある瞑想室で、ね、イメージトレーニングができるぞっていう。ん、入ってみるか一回。あー書いてるわ。イメージトレーニング、技の練習ができる、経験値は手に入らないトレーニングモードだねこれ。わーここなんか力の試練とかだったっけ、なんか祠みたいなあったじゃん。あそこと同じとこだね。こうやって練習できて楽しいねって感じ。はあはあ、奥は多分いけないのかな多分。さあこんなもんかな。じゃあ今回ここまでにしましょうか。さて次回ついにね2章が終わります。今までねミハーとダルケルがね神獣乗るパートがあったんですけど、今回はねウルボザ神獣パートがなくてなんか意外だなって感じです。さあ次がね最後リーバールね。あのリーバルはリンクのことすげえ嫌いだったはずなんですけど、それはどうなってるのか楽しみですねリーバルトルネード、多分みんながねお世話になったやつなので、ね、リーバル君に会いに行きましょう。それでは終わります。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価もよろしく。また見てね。おつぽよ。